皆様こんにちは。消費生活アドバイザー二次試験スピード合格講座論文2022予想模試試験解説編消費者問題法律総まとめ講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。よろしくお願いいたします。じゃあ皆様ですね、使う教材の方を確認させていただきます。はい、まずですね、ごめんなさい、こちらのですね、消費生活アドバイザー二次試験論文対策というのの予想問題集ですね、こちらの方ですね、はい、番号の方が出ておると思います。あと公式テキストの1、それから公式テキストの2、はい、こちらの2冊、以上3冊の方ですね、ご用意していただければというふうに思っております。で、私の方ですね、皆様の方に解説させていただくのはですね、こちらのところですね、最初の部分のこの重要フレーズね、こちらの方はご自身でやっていただく形になるんでよろしいですかね。私の方はですね、論文のところの解答例の方の解説の方をやっていきたいというふうに思います。はい、じゃあこちらのですね、問題集の方の、どこから見ていくかというと、後ろのですね、137ページ、消費者問題の問題と法律のところですね、こちらの方を、まあ、ポイント解説みたいな形をさせていただくということです。はい、よろしいございますか。じゃあ皆様ですね、お手元にご用意してください。で、私の方もね、これ見ながらやらさせていただきますので、ね、で、まず140ページ、問題が出てて回答例があるということです。で、問題の方ね、もし読んでないって方がいらっしゃったら、まあ、ご自身で読んでいただければと思います。で、今回聞かれているのは、ね、予想問題ですから、当然ですね、以前出た論点やなんかに似てるものも出てるんですけど、これは倫理的消費です。まあ、いわゆるエシカル消費について聞かれているということですね。はい、その意義とか、隣にあった背景とかね、だから背景とか意義も書かなきゃいけません。それから、あとは具体的にこういう、やる場合の指針ですね。こちらについても書いてくださいということになります。で、回答例のところで、エシカル消費、倫理的消費のご説明について、まあ一応書いてあります。これはまあやっぱり書いた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、あまり知られてない言葉ですので、まあ意義とか背景を書く前に、レックの回答例のように140ページね、最初の3行ぐらいで、エシカル消費、倫理的消費とは何かっていうのを書いていただく。これはこれでいいのかなというふうに思っております。いいですかね。で、あとエシカル消費の普及の話ですね。はい、こちらはですね、公式テキスト1の方です。1の方ですよ。1と2ね、両方使いますので間違いなくですね、この1の方ですね。1の方でちょっと見ていくんですけれども、はい、これ62ページですかね。はい、62ページのところですね。こちら見ていただきますと、4のとこかな、2ページですかね。あ、エシカル消費は、あ、ごめんなさい。64ページですね。ごめんなさいね。64ページ。私のメモが違う。64ページです。ごめんなさい。失礼しました。エシカル消費は64ページ左、右側の4のところでエシカル消費の普及というようなことが書いてあります。まあ、この辺なんかを参考にしていただきたいなと思うんですけど、この具体的な例としてですね、行動例としては、はい、65ページ見て、人、社会、環境、地域、動物、この辺まで入ってきます。レックの方としては、一応下の方にですね、環境や人、人権って書いてあるんですけど、これね、ちょっとレックさんの間違えてるんじゃないかなと思うな。人への配慮とか社会への配慮っていうのが書いてあるけど、この140ページの下から2行の字ね、配慮の字が違いますよね、これね、配慮がね、これ直しておいてください。140ページ予想問題集、文字数入れ下から3行の配慮した消費者活動、これ配慮ですね、配慮、公式テキスト65ページに出ている配慮です。ですから、まあ、具体的なものとしてはですね、この人への配慮、社会への配慮、環境への配慮、地域への配慮、動物への配慮ね。これらが、まあ、いわゆるエシカル消費の具体例という形になってくるのかな。行動に移すときの具体例として出てくるのはこういうものになりますね。まあ、環境や人権などって書いてありますからね。それだけではないですよ、ということです。で、あと、漢字についてはこれ多分間違って、出ますので、まあ、この辺のところをね、直していただく必要はあるのかなと思います。漢字を直していただくというところですね。はい、いいですかね。あと、まあ、書いてあるとよろしいかなと
というふうに思いますので、ね、うーんと思っていただければいいと思います。